よく来ましたね。あなたたちの欲しいものはこれですか？それはラングリッサー。貴様は何者だ？ニコリスではないな。私はナーギャと申します。お見知りおきよ。ニコリス様よりあなたたちを丁重にもてなすように言われておりましてね。もてなすときたか。なんだ、酒でも出してくれるってのか？いえいえ、それよりももっといいものですよ。いでよ。王子、闇の軍勢です。そうです、これこそが我々の手下。いまいましいこの剣で封じられていた闇の者たちなのです。おかげでこうして封印を完全に解くこともできましたよ。恐れていたことが現実になったか。さて、それでは盛大にもてなしてあげましょうか。これ以上好きにやらせはしない。我が命に従い、その姿を現せ。魔物なんかに負けてられるか！私の役目は王子を守ること。ここが正念場ですな。行くぞ。そんなところにいていいのですか？増援か。このままでは囲まれてしまいます。させ、周囲の魔物を突破するんだ。さて、どう料理してやりましょうかね。バルディアの奴らなど皆殺しだ。
なぜ民間人が。しつこいですわね。あの人、帝国兵に追われてます。このままだと状況は分からないが、助けるぞ。突撃する。まだ出てくるのか。しかしこの魔物たちを倒さなければラングリッサーは取り返せません。分かっている。何としても奴までたどり着くぞ。Thank you.
者たちを彼方へ運びたまえ。この私に勝てると思うなよ。
なぜこんなことに。大地の牙、食らい尽くす。
これ以上は付き合っていられませんね。さらばです。We'll be right back.
者の傷を癒したまえ。よし、ラングリッサーを取り戻したぞ。やりましたね、王子。これで少なくとも新たな魔物の発生については落ち着くはずです。ああ、そうだな。しかし、あの娘助けられなかったな。仕方ありません、あの状況ですから。王子、我々が闇の軍勢に屈すれば、あのような犠牲がもっと多く出ることになるのです。そうだな。私はラングリッサーを持つ者として闇の軍勢を再び封印せねばならない。ご立派な心がけです、王子。ありがとう。ところでクリスの姿が見えないが。お探しの娘はここにおりますよ。貴様、いつの間に。先ほど逃げたはず。いいえ、手ぶらで帰ったら私がボーゼル様に叱られてしまいます。なのでこうして手土産を持って帰ろうと思いましてね。貴様、クリスに何かあったら許さんぞ。おお、怖い。そうですね、それならこうしましょう。あなたがたった一人で私どものもとまでこの娘を迎えに来るなら無傷で解放しますよ。ふざけるな。そんな条件認めるか。王子は我がバルディアの旗頭、それに一人で来いなどと、よくそんなふざけた提案ができるな。それじゃあこうしましょう。一人で来てくれるというなら、あなた自身にも危害は加えません。無傷のまま二人とも解放すると約束しましょう。それでも来れないとおっしゃるなら、残念ながらこの娘は闇の供物にでもなってもらいましょうかね。考える時間をくれ。王子、いけません。いいでしょう、それでは。やつを追え、必ず捕まえるんだ。この衛兵団長の肩書きは伊達じゃないわ。
連れ去られたクリスを救うべく単身ベルゼリアにやってきたレディンは闇の王子ボーゼルとの開口を果たす。闇の軍勢の真実を明らかにしたボーゼルはレディンをある町へと案内する。その町では帝国にもバルディアにも居場所のない者たちが魔物との共存を成し遂げていたのだった。貴様が闇の王か。そうだ、歓迎しよう。光の末裔よ、我が名はボーゼル。クリスはどこだ。焦らなくても、先の娘ならこの町で過ごしてもらっている。レディンと言ったな。この町をどう思う。この町、いや、普通の町。魔物と人が共存している。ここにいる人間は皆お前たちバルディアや帝国で虐げられ居場所をなくした者たち。その者たちがこうして暮らしている。魔物は人を襲うはずだ。それがどうしてこんな風に。襲わんさ、私がいるのだから。魔物がどうして闇の軍勢と呼ばれるか、それは魔物にも規律があり、それを守ることができるからこそ軍勢足りえるのだ。魔物に規律が。考えたことはなかったか。だが事実は事実だ。目の前にあるものを否定しても始まらない。さて話は以上だ。娘は本当に私たちを解放するというのか。ならばどうしてここまで連れてきた。我々の真実をお前たちにも見せたかっただけだ。他意はない。ボーゼル様、敵の軍勢が迫っております。嗅ぎつけられたか。出るぞ。人と魔物が共存している。本当にこんな場所が。いや、今はいい。クリスを連れて戻らねば。魔物の町だ。魔物の町を発見したぞ。攻め落とせ。あれはバルディア軍。けっ、私が止めれば。していてくれ。魔物の町など滅ぼしてしまえ。
そんな町が攻められて。なんだお前は、魔物の味方をするのか。ここの町の人々も魔物たちもただ静かに暮らしているだけなんです。バカ。静かに暮らしているだけだぞ。よくそんなたわごとが。魔物の味方をするならお前も敵だ。レディ様ならこんなこと許すわけありません。魔物の味方風情が我々の主を語るか。構わん、殺せ。民のやることだと思うのか。レディン様、その者は魔物をかばったのです。すでに闇に洗脳されていたのでしょう。闇の者を相手に躊躇などしていられません。ならば私も躊躇など捨てよう。おお、レディン様、さすが我らが主。次は誰だ。クリスを殺した者たち、貴様ら皆殺しにしてくれる。町がやられたか。滅動隊がいたようです。ボーゼル様、どうしますか。どうもこうもないでしょう。皆殺しですよね。そうだな。そんな人間どもに我々が何者か思い出させてやろう。ところでボーゼル様、レディンはどうしますか。どうやら同士討ちをしているようですが。一緒に片付けては。いや、救い出せ。私はもう一度話をしてみたい。御意。地を滅ぼした報い、その身に刻むがいい。ボーゼル様に従います。殺しますよ。
それは魔物が化けている偽物だ。騙されるな。本物のレディン様はここにはいない。あの偽物を討ち取るんだ。クリスの皆の痛みを思い知れ。そのもの、亡くなったのか。町の者と共に弔おう。クリスは誰よりも優しい娘だった。そのようだな。囚われの身でありながら町の者とも馴染んでいたようだ。虐げられてきた者たちが心を開くほどに。そのクリスがなぜ死んだ。なぜ殺された。誰だ。誰を私は憎めばいいのだ。ならば私を憎め。私がここに連れてこなければその娘は死なずに済んだのだ。ボーゼル。ボーゼル様。手を出すな。そうだ、私こそが元凶だ。貴様ら光の者にとってはな。なぜ、なぜお前が闇の王様なのだ。光の民は人を殺し、闇へと全て押し付けていたというのに、なぜお前はそうしない。バルディアのせいだと一言も口にしない。我が闇の王たるものだからだ。お前もそうだろう、レディン。王か。もう私は王ではない。その資格をなくした。ならばどうする。その娘の喪に服すか、それとも流浪の身となるか。一つだけ聞かせてくれ。お前の目的は何だ、ボーゼル。すべてを闇の名のもとに覆い尽くし、誰も虐げられない世界を作ることだ。人も魔物も平等であるべき、そう思っている。戦いがあってもいい、争いがあってもいい。だがそれは
一方的に何者かが何者かを虐げることであってはならない。平和ではないのか。平和など意味がない。しかし、理不尽な虐げは違う。人も魔物も己の存在をかけ、平等に争い、生き抜くことこそが、混沌の理想なのだ。その理想、私にも手伝わせてくれ。それが実現すれば、もうクリスが殺されるようなことは、起こらないのだろう。そうだな。一方的な力による蹂躙などは許さんさ。本当にいいのか？ラングリッサーの持ち手が手伝ってくれるというなら、良好だが。ああ、私は、闇の軍勢に、参加する。一日でも早く、平和を取り戻さねば。魔物と一緒にいた。ただそれだけで、人が人を殺す世界にレヴィンは絶望し、ボーゼルへの協力を申し出る。闇の軍勢の将となったレヴィンが敵として見据える視線の先に展開していたのは、バルディアとダルシスの連合軍。そこにはかつての仲間や好敵手の姿もあった。新たな闇の力、早く試したいものよ。新たな力にて、ボーデル様のお役に立ちましょう。
レディ、敵が来たぞ。ああ、見えている。バルディア軍にダルシスも協力しているようだ。戦えるのか？愚問だ。今の私は闇の将。敵がかつての仲間であっても関係はない。心強いな、やはり。お前を見込んで頼みがある。この軍の指揮を任せたい。お前が総司令官だろ。私は闇の王者ではある。だが相手がバルディアとダルシスの連合軍であれば、指揮官はお前の方が適任だろう。分かった、任されよ。ボーゼル様に従います。我が命に従い、その姿を現せ。我こそは闇の王子、ボーゼルなり。我が命に従い、その姿を現せ。殺しますよ。我が命に従い、その姿を現せ。私は闇の軍勢の将、レディン。我が命に従い、その姿を現せ。おい、どういうことだ。レディンが敵に回ったというのか。闇に洗脳されてしまったのかもしれません。王子と戦わなくてはならないなんて。クソ、多少の傷は仕方ない。なんとか生け捕りにすると。ナームか、今すぐ兵を引くつもりはないか。どうしてです。私が闇の将となったから。引くつもりがないなら、私はこのままお前たちと戦わなくてはならない。戦うって、王子、正気ですか。ああ、私は自分の意志でボーゼルに協力することにした。
操られているわけではないというのですね。もちろんだな。おい、ディゴス陛下の時のことを思い出せ。本人に操られている意識がないだけだ。有無を言わさず倒してから正気に戻せばいいんだ。そうね、王子、必ず元に戻します。どうして王子が闇なんかに。王子、厄介なことになってるね。王子を助け出さないとな。私の手にかかって死ねることを栄誉に思え。私が負けるのか。せいぜい抵抗してくださいね。邪魔な奴は倒して通るぜ。
雷よ。闇が世を滑るのだ。我々の邪魔をする者には死を。この力素晴らしい。王子俺たちバルニアを甘く見るなよ。
の者に風のごとき軽さを。これもボーゼル様のためなれば。こんな奴らに俺がやられるなんてよ。
今こそ闇が世を滑るのだ。闘気を舞い吹雪王子、どうして、どうしてなのですか。クリスが死んだ。バルディアの兵によって。復讐をしようと。それだけではない。バルディアが攻めた町は魔物と人間が共存していた。私はその姿こそ我々が住むべき未来だと思うのだ。そんなわけありません。目を覚ましてください。魔物と仲良くしろってことですかい。そりゃ無理ってもんですよ。そうか、ナーギャ。お呼びでございますか、レディン様。任せる。我々の兵に仕立て上げろ。ふざけるな、レディン。貴様、自分が何を言っているのか分かっているのか。ああ、
承知している。あとは任せた。貴様、見下げ果てたぞ。いつか必ずその首もらい受ける。覚えておけ。バルディア、ダルシス連合軍を退け、かつての仲間を洗脳することに成功したレヴィンたちだったが、同時にベルゼリアと大陸をつなぐ秘密の大洞窟が敵に発見されてしまう。敵の侵入路となっているこの大洞窟を封鎖しなければやがて物量で押されてしまう。闇の将軍の将としてモーゼルの命を受けたレディンは大洞窟を封鎖すべく出撃するのだった。